こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、昭和40年代生まれの、思い出迷子のコーナーとしてこのお話しさせていただきたいと思います。私がね、非常にね、思い出深いというかね、本当にね、最終回だけがものすごく印象に残ったアニメがあるんですよ。それが今ご覧いただいている装甲騎兵ボトムズっていうやつなんですよね。当時はロボットアニメがブームで、いろんなガンダムをはじめとするね、ロボットアニメがバンバン出ていました。多分原作同じ方が富野由紀さんとか書いてると思うんですけども、そこはね、置いといてですね、様々な世界観がその中で語られていたんですけども、この装甲騎兵ボトムズっていうのは、主人公のキリコっていうね、織田裕二さんに似た顔の人が、いつもね、むっつりした顔で戦い続けて勝ち抜いていくんですけども、この戦争にむちゃくちゃ強い、なんていうんですか、人間兵器ですね。これを利用しようと思っていろんな権力が働いていくんですよ。で、通常のロボットアニメにあるようなドンパチが続いていって、私的にはこのボトムズっていうストーリーは退屈だったんですけども、最終回だけがね、ものすごく心にね、響いて、未だにね、なんか胸が熱くなるというか忘れられないというか、なんか思うところがすごく多いんですよね。表現しにくいんですけども。じゃあどういう最終回なのかってことをお話ししましょう。このキリコが戦っていたボトムズの世界観の中での戦争は終わりました。そして全ての戦争が終わって1年後、それぞれの登場人物の次の旅立ち、ラストシーンが描かれるんですけども、なぜかね、このキリコという主人公と、そしてその恋人のフィアナ、この二人がですね、冷凍ケースに入って、その冷凍ケースの窓から他の仲間たちを見ているんですよ。お前たちはどうするんだこれから、みたいなことを話してるんですよね。で、ある者は結婚し、ある者は田舎に引っ込んで、戦争屋を辞めて修理工をやるんだ、みたいな未来を、口々に語っているんですよ。その顔は戦争から解放されて、とっても楽しそうに明るくはしゃいでるように見えます。でも、キリコとフィアナの棺桶のような、その冷凍睡眠装置、カプセルを見ながら、他のメンバーは心配するんですよ。お前もう一回考え直すことはしないのか?っていうふうにね。実はね、このフィアナとキリコ、宇宙空間に飛び出してそのまんま、行ってみればね、死んでしまおうと思ってるんですよね。どういうことなんでしょうかね。最終回で主人公とその恋人が戦争が終わって、もう平和な世の中になって、それぞれの旅立ちを仲間たちは迎えようとしてるのに、自分たちは自殺をしようとしてるんですよ。しかも、すべてを吹っ切れたような幸せそうな顔です。最後のシーン、仲間たちがカプセルを宇宙空間に放出します。最後にこういうセリフがあるんですよ。おい、キリコ、お前たち、本当に戦争のない世界があるって思ってるのか?それにキリコは答えませんが、神がいなくても戦争は起きただろう。戦争が起きるたんびに俺たちはどうせ利用されるんだと。この時代に俺たちはいない方がいいんだ。というふうに、遺言めいた言葉を残して、プシューッと宇宙に飛び出していくんですよね。そこからは、キリコとフィアナの二人の幸せな時間が過ぎていきます。キリコはこう言います。あと20分で眠りにつくぞ。フィアナは、それまで宇宙を見ていたい。開けて、と言うんですね。そうすると、棺桶にいたそのカプセル、窓のところ以外の全身がガーッと開くんですよね。そしてカメラは宇宙空間を映します。広い宇宙にポツンと、その二人の乗ったカプセルが宇宙に消えていきます。ラストシーンでキリコはみんなに会えてよかった。そして徐々に凍っていくカプセルの中でフィアナは眠りについて、穏やかそうなその顔の横でキリと引き締まったキリコがラストシーン、カンという文字とともに消えていくんですね。どうでしょうか?なんか私はね、戦争によって気づいた二人が安らぎを求める場所は、この宇宙と一体化することだったんだなと今思うんですけども、ちょっと寂しいラストシーンなんですよね。この後、この広大な宇宙の中に溶け込んでいって、誰に見つかるでもない。冷凍睡眠をしてどこにたどり着くこともない。そのまま、どこに行ってしまうのかわからない。そういうふうなね、虚無感に似たような、別れがたい寂しさのような、キリコ、フィアナ、宇宙のどっかに行くんだったら、せめて俺たちの前に来てくれというね、視聴者さんへの
思いを感じさせながら、そのまま静かに終わっていくんでした。いやこれね、できれば続編は見たくなかった。でも続編が出ちゃうと見ちゃうんですよね。好きですからね、この後気になっちゃうんですよ。はっきり言ってボトムズのストーリー自体は全く覚えてません。見てないと言ってもいいです。ただこのラストシーンがあったから続編の方だけは見たんですよ。いやでも続編を見てね思いました。あのまま宇宙の彼方に消えていってどうなったのかわからない、でも心の幸せを最後の眠りにつく20分の間だけでも深く永遠のように感じるその二人が幸せであることを願ってね、ストーリーを終えたいなと思ったんですけどね。まあでも続編でですね、いろいろ掘り返されちゃいまして、なんかその作画のスタイルもちょっと違うんで、なんか別作品と思ってね、ミロリンクのように楽しませてもらいましたけども、でもあのラストシーンはね、なんか切ないですね、今思い出しても、うん、戦いのない世界、戦争のない世界、そんなところが本当にあるのかっていう問いかけ、これは当時まだ小学生だった私の心にも深く染み付いたものになりました。戦争のない世界、本当にそんなところがあるのかなと、私はね、あると信じてるんですけどね。はい、ということで昭和40年代生まれ装甲騎兵ボトムズの最終回に思い出迷子でございました。ちょっとね途中やっぱりね胸が熱くなるっていうかね、涙が出そうになりましたね。寂しいラストでした。でも幸せになってほしいなと思う二人でしたね。では以上です。